写真拡大。楽天 8-2 オリックス、11日、楽天生命パーク宮城。楽天のドラフト6位、渡辺義明内野手、22、名大が、持ち前の勝負強さを発揮して、チームを勝利に導いた。これで得点圏に走者がいない時の打率148に対して、得点圏では打率552。その勝負強さの秘密は、高い修正能力だ。6回の場面では、山田に対してスライダーに2度の空振りで追い込まれた。全部スライダーを狙っていって、当たらなかった。自分の感覚とズレがあったと渡辺か。そのため、タイミングの取り方を変えた。肩口のスライダーを引っ張ろうと思っていたが、センターから逆方向の気持ちでと試みた。平石監督は、山田のスライダーは独特で、まっすぐの軌道で、山がなく横に曲がると説明。渡辺か自身も、チェンジアップのような抜け方と話した。その中でタイミングを変え、直球が来たら仕方ないと思ったと腹をくくった。修正能力とともに、その肝の座り方が後期に強い要因でもある。指揮官も、レギュラーならば次の打席があるが、若い選手にやれと言っても難しいと感嘆する。新人離れした渡辺家の勝負強さが、3位タイに浮上したチームの今後へ、大きな鍵を握る。